はい、こんにちは。リンテージチャンネルです。今日はね、前回に引き続き、ビッグモーター事件にメスを入れるのではなく、漫画家だからペンを入れるということで、今回は、難易度の高い金重光一くん、元副社長と似顔絵描いてみながらね、いろいろ語っていきたいと思います。よろしくお願いします。このチャンネルではですね、世相、人相、服装を昭和ノスタルジーな還暦超え漫画家が独自の切り口で語ると、まあこういうチャンネルになっておりますので、よろしくお願いします。光一くんですけどね、ちょっと悪魔的な所業でビッグモーターの中で6年前に台頭してきて副社長として猛威を振るって、いろいろ粛清してきて、ほとんど社員を奴隷化してきたということでね、グループラインっていうのがあって、その中で死刑を連呼したりと、そのラインを見たとき、ちょっとゾッとするものを覚えましたね。人間的には相当、その人格的に破綻しているものを感じちゃうんですけど、まあこれが異様に低いと言われている身長のせいかね、どうかはわからないですけど、そういうコンプレックスかどうかわからないですが、一概に背の低い人はそんなコンプレックスでねじ曲がるとか決めつけることはできないです。漫才のウエストランドの方もね、同じぐらいちっちゃいんですけどね、立派にやってらっしゃるじゃないですか。そういうの考えると背が低いから、そこまでの、人格になってもいいということは絶対ないと思いますね。まあ今、記者会見もとんずらして、まあどこにいるかわからない。多分その家、別荘だか、本宅、とてつもない本宅、それこそ家の周りには樹木が生い茂って、除草剤のかけらもないようなね、それに覆われて、要塞みたいになってるような家だったと思うんですけど、そこに、まあ、隠遁し、隠れているのかね、わからないですけどね。やっぱこれが社会的に許してもらおうと思ったら、おそらくその財産ですね、財産的なものを全部投げ出して、多分そのビッグモーターとは必ず潰れると思うんですけど、その時ちゃんと、今もう別会社みたいなにしてて、ちゃんと自分らの金はね、保管してると思うんです。それを全部投げ出してね、申し訳ありませんでしたっていうことを言ってくれればね、まあ、直接的には人を殺したわけではないのでね、社会的に許してもらえるかもしれませんけど、ずっと逃げ隠れてるような状態であれば、まあ、私らは結構、批判すべきはちゃんと批判した方がいいと思いますね、ああいう人たちはね。ということでね、まあ、パロディの意味も込めて、笑い飛ばしてやろうということで、似顔絵を描かせていただきたいと思います。どういう帝王学を施せばね、ここまでのね、支配者になるんだろう。グループラインのね、死刑みたいな、あんなのもらったら一体、どんだけ身がすくむ思いがするのかってわからないんでしょ。そういうようなことを、四季君の罪は重いと思いますね。おそらくもう感づいてたんじゃないかと思うし、また親の育て方で結局人を見下したような教育、庶民と私たちは違うみたいな帝王学ですね。それをやっぱり教育として施した結果がこれではないかと思うんです。だからまあ親バカの典型であることはもう否定できないし、記者会見に光一君をね、出席させずに、それがまかり通ると思う神経自体がもう社会通念からしてもちょっと逸脱していますね。こういうのを例えばコナン君にね、権力を与えたらどうなるのかを分かりませんでしたと言われても、それはね、未必の故意ということです。ひろゆき君の大好きなね、ゴルフボールをね、高層ビルの上で乗せてね、こう何発も思いっきりスイングすると、外に向かってね、結果どうなるかまではその時点では見えないじゃないですか。だけどもそのゴルフボールを上でどんどん打ちっぱなしにしてたら、下に雨あられとなってね、人々に降り注ぐだろうことまで想像できませんでしたって言ってるのと一緒、こういうのを未必の故意って言うんです。必ずそんなことをしたらば犯罪になるのに、それが気づきませんでしたっていう、だからそれが結局この今回言ったノルマをかけちゃいけないものにノルマをかけるとこういう犯罪が起こるということです。従業員もその言われてね、はい、いやバーナーですか、あ、除草剤ですかってホイホイね、じゃあこの木枯らしちゃいましょうかって言ってね、シャーシャーと枯らした人はいないと思いますけど、やっぱりそこら辺ってこれ自分の土地じゃないよなと思ったらば、普通やらないことをやっちゃうっていうことは、いくら会社の命令であっても一線は超えてるわけですよね。
一線を越えてしまうとどういうことが起きるかっていうと、共犯者になっちゃうと今度は内部告発もしにくいし、自分も悪いことしたわけです。というのでどん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 その知らない間に、気がつけばビッグモーターの周りは草木一本生えてないという状態になったんじゃないかと思うんですけどね。まあ恐ろしいことでね、こんなのを見るにつけね、なんでこれ労働組合がないんだと思いますけどね。なんか一部上場の企業じゃないので労働組合がなかったらしいんですけどね、まあ、こういうことのを防ぐためにね、労働組合ってあるんだよな、本当に暗いニュースで嫌なんですけど、高一君は上の資料は本当になんかゴルフしてる時の資料しかなくて、その一枚を分析してね、なんとか書いてみたんですけど、こんな感じなんでしょうかね。ちょっと目がうつろで、ちょっと口の感じがこの嫌なやつっていう、人を支配するような感じが出せたのでしょうか。ちょっと男前になっちゃったような気はしますけどね。これだけじゃやっぱりただの似顔絵だな、物足りないなと思ってね、もう一枚描いてみましたね。これなんですね。まあ、この写真を見て、ゴルフしてる時の写真であまりにも有名ですけどね、まあ、これなんかみんなおかしいと思いませんか。コナン君が割と同じ線になってますよ、まあ、これがこういうのがお家なんですね。周りの取り巻きがね、気を使って、背を低く演出していると、まあ、こういうお家でございます。まあこんな感じでね、ビッグモーター事件でつくづく思うのはね、やっぱり私たら団塊の世代のちょっと弟分に当たるわけですけども、日本を変えよう、共産化しようというふうな意気込みで学生運動があったわけじゃないですか。その一環としてはやはり労働組合とか作って、働く人はみんな平等なんだと、社長とかでふんどり返ってんじゃないと、みんな同じ人間なんだっていう考えがあったんですよ。まあ、それを推し進めていった結果ね、これがそれが少しはそういうふうになってきたかと思ったらば、逆に労働組合ってどんどん衰退してきてね、今みたいにもう本当にどんな企業でももう結構労働組合が弱体化してるから、社長がワンマンでも社長にへいこらして生きていくしかないっていう企業は今多いんじゃないでしょうか。なんでこんな世の中になっちゃったのかなと思うにつけね、連合赤軍事件、あれのショックで逆に世の中がそういうものに対して拒否反応を示すようになったということね、やはり森常夫さんとかにはすごくこう恨みを抱きますよね。ビッグモーターはブラック企業からね、立派に悪徳企業としてランクアップしてしまったんですけども、これは本当に1980年代のね、豊田商事をちょっと彷彿とさせる、まああちらの方が相当規模はでかくて、2000億円の、あの金の地金を用いてね、の詐欺で、純金ファミリー契約証券みたいなのが発行してね、本当に金を別に、いや渡しもしないで、ファミリー証券で本当に金がないんだけど、実体がないもので、まあ、詐欺ですよね。それで年寄りとかを騙して2000億円騙したっていう。で、結局その創業者の長野和夫は、まあ、視察されてしまいましたけどね。この事件をちょっと彷彿とさせる。そのぐらい、豊田商事を思わせるぐらいの悪徳企業の仲間入りをした。同級生が大学に入る頃、盛んに行われていた、ラボラトリートレーニングっていうね、企業に入る前の合宿みたいのがあって、そこの合宿研修ですか、そこで本当にちょっと常軌を逸するようなね、教育が行われ、まあ呆れてしまうと、これ今述べたものってみんな社員を洗脳するということなんですよね。洗脳ですよね。分かりやすい、簡単に洗脳できる方法としてラボラトリートレーニングっていうのが行われてて、それを受けた人がまあ結構私らの世代にもいるし、その後もう行われてて、今はさすがに人道的になくなったみたいですけどね、まあ、そういう非人道的な教育研修とかがなされてた時代があって、そういうのの産物なのかもしれないですね。本当は私らその腹が立つ、そういう思いをね、どうぶつけていいのかわからないので、あの先ほどみたいなパロディにしてね、笑い飛ばしてしまおうっていうのもありますね。ラボラトリートレーニングとかね、豊田商事とか、まあそれは小難しくなるかもしれないですけど、論じる機会があったら論じてみたいなと思ってます。チャンネル登録、高評価とかね、一つよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。 See you again でございます。